どうも吉本岩手住みます見たのアンダーエッジ熊谷です。よろしく。見た。いや言わせて早いですよ。見た。今自己紹介しましょう。あ、タモンです。見た。早いですよ。まあ見ましたよ。あれですよね、エヌズステージさんがなんと最優秀賞オートサロンで取ったという。素晴らしい。いや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 、びっくりしたからね。もうね、慌ててきましたよ。MC の権限でもう速攻もうスタッフ呼び寄せて、Dカメラ、あ、キャメラも呼んでかぶれてますけども、今日の昼のニュースでね、見ても速攻でクルー呼んで、はい、暇なスタッフしか集まらなかったんで、うん、照明これでやってますよ。ちょっと寂しいけど人数少ないし、うん、いやでもしょうがないよ。急にあなたが呼ぶから聞きたいじゃん、早く。いろんな話聞きたいし、うん、まあ、おめでとうということも伝えたいから。そうです。そう来るのは分かりますけども、うん、でもまあじゃあ早速行きましょう行きましょう。私聞きたいですし、生の車も見たいですから、うん、じゃあタイトルコール行きましょうか。はい、車遊びマックス。スノッチン。早い。車遊びコンセプトプログラム、車遊びマックス。この番組はN字ステージグループとご覧の各社の提供でお送りします。最優秀賞の発表です。SUV 部門最優秀賞はエヌズステージギムニーバルドブラックバイソンエディションです。おめでとうございます。コンプレッション。この度東京オートサロンへの道でご紹介してきましたエヌズステージ渾身の新型ジムニーカスタムバルドブラックバイソンエディションが2019年東京オートサロン SUV 部門で最優秀賞を受賞。今週はその喜びを皆様にお伝えするべく、いち早く駆けつけたアンダーエイジの緊急レポートをお届けします。このような大変な賞をいただくことができました。ありがとうございます。いや、こっちにはいない。いらっしゃいませ。角っちはどこですか？角の方はまだオートサロンから帰ってきてないんですけれども。角っち何やってるんですか今？雑誌とか報道の方の対応で今まだ千葉の方に。そりゃそうだよ、当日は忙しい。早とちりじゃん。やっちまったじゃん。どうやったら話せます角っちと？今であればお電話の方であればつながると思いますので、お電話していただければ。電話ね。盲点でした。あ、D ちょっと電話つないでおいてもらえる？口悪い。 MC だからさ、メインになった途端調子乗るから。あ、そうか。あ、じゃあね、いいね。すいません、あの店の一角でお電話させてもらってもいいですか？はい、構いません。あ、はい、お願いします。はい、失礼します。おい、勝手に撮るなよ。いや、あのいつも収録の時は飲ませてもらってます。ありがとうございます。すごく美味しいです。 CM 来ないよ。改めてすごいことだよな。すごいな。あー、だって日本一だからね。そう、しかもさ、この場でね、うん、僕らが目標聞いたら言ってたじゃん。言ってた。最優秀賞取りたいですって、うん、それをさ有言実行しちゃうっていうのもかっこいいよな。かっこいいな。受賞した後俺肩で風切って歩くね。俺のジムニーっす。社長はちゃんとそういうね、人柄も素晴らしいのよ。お前と違うのよ。まあな、そういうところが多分取れないとこなのよ、我々。ああ確かにな。かかってこないね。うん、そうな、忙しいんか。飲んだりとかしてんのかな。うわ、この番組一番じゃねえのかよ。そのっち。じゃあゴーアンドファンでも飲みますか。知らないよお前。え、プシュじゃないよお前。え、あんま、あれ開いてた。あー、うめえな。あれ、かかってきた。もしもし。もしもし。お、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、この電話のやり取りはアメリカ以来です。アメリカ。そう、いや、アメリカぶりですよ。番組始まって3ヶ月なのに2回も電話でやり取りっていうね、うん、これがこう車遊びスタイルなんですかね。そうですね。あ、全然アメリカでも日本でも変わらないですね。この時差ないですね、これ。まあ楽っすね、まあ、もうね。いや、いいんですよ、うん、iPhone の素晴らしさ別に今いいんです。いや、本当素晴らしいですね。素晴らしいの発明してくれましたよね。いいんです、スティーブ・ジョブス褒めなくていいので。ちょっと改めてですね、角っち、今回最優秀賞受賞、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、エンズステージ
やってくれましたね。よかったです本当に。昼のニュースで、我々見まして。あ、そうなんですよ。めんこいテレビさんがですね、もういち早くあの取材の方してくれてですね、おかげさまで。なんかテレビ、さすがめんこいテレビだ。そうですね、さすが。あれ、今この番組違うんで、この番組どこでしたっけ、やってるの。あのめんこいテレビさん。めんこいテレビです。はい、さすがですね、やっぱり早いです。相方がそのニュースを見て、すぐディレクターやカメラさん、音声さんに電話しまして。え、まさか、まさか今ですね、来ちゃったんですか。あの早とちりでもうお店に来ちゃってる、そうですよ。あの多分ですね、はい、矢幅社長もですね、はい、もちろんあの賞を取った車もですね、はい、多分そっちにはないと思いますよ。ないな、なかったからびっくりしちゃって、なぜならば、まあ、私もこっちにいますからね。そうか、全然ちょっとね気が流行っちゃって祝福したいなと思いまして、お電話させていただいたんですけど、お忙しい中すいません。今何をされてるんですか。いや今ですね、もうブースもう終わってですね、イベントの方もですね、でブースの撤収をしてました。今回はリキルオハウジングさんっていうですね、この車遊び TV の頃にあの番組出てくれた、会社さんもですね手伝ってくれて、結構気合の入ったブースだったんですよ。まあちょっとまだ見たか見てないかわかんないですけども。いや、パソコンも何もなくてですね、さっきねちょろっとね見せてもらいましたけどね、SNS チェックしてください。 SNS かましたよ、もう。まあまあまあ SNS、 いやちょっと待ってください、我々なんで SNS で知らなきゃいけないんですか。お願いしますよ、なんで Facebook で僕らが知るんですか。いやちょっとですね、本当にもう優先順位から言ったらやっぱりどうしても大きいところからですね、いろんな情報を発信してですね、しかもね、メディア対応してるって分かったんですけど、一番のメディアはめんこいテレビさんのこれじゃないんですか。そうですよ、車遊びマックスでしょ。今回ショット撮った車、そのバルドさんとエヌスステージの、まあ、コンセプトモデルっていうので出した車なんですけども、非常にですねやっぱりジムニーだけでも今回のショーで3台入賞してるんで、なかなか多分こんなに同じ車が賞を取るっていうのもない中、まあ、その SUV 部門ってですね、はい、まあ、メインというかですね、このジムニーとしては嬉しい、部門で最優秀賞取れたんで、非常に、みんな喜んでます。いやすげえな、レベルが例年よりも高かったってことですよね。そうですね、台数も、もちろん来場者数も、まあ、全部なんか今までにない過去最大だって言ってたんで、ですから、まあ、そういう中でですね、注目度の高いジムニーが取れたんで、 N2 ステージとしても何て言ったって去年までは V14 でしたけど、今年 V15 で全国販売台数ナンバーワン、15年連続っていうですね記録も達成しての今回のこの新型モデルも20年ぶりに出てのショーなんで、やっぱり感慨深いものありますよね。すごい、 V15 一郎でも6年よなんて。すごい、何度も強くなって、巨人でもないんでしょ。でもですね、本当に表彰式もですね、初めて私も、まあその場にいさせていただいてカメラ回したんですけども、非常に盛大でですね、あと もちろんこの賞を取った今回 そのバルド、N ズステージのコンセプトモデルもそうなんですけども、前にちょっと屋根切ったりとか、そんなお話もしてたジムニーリトルモンスターっていうですね、かなりエンズステージスタッフがですね、気合い入れて作った車なんで、非常に注目度高くて、面白くてかっこいい車だと思いますね。見たい。僕らがね、取材お忙しい時にさせていただいて、インタビュー一言ももらえなかったっていうね、そうですね、ましたから、あの車ですもんね、実際にね、できたの見たいですし、お客さんの反応とかはいかがでした？いや、やっぱりですね、今回のその賞を取ったブラックバイソンっていうモデルも、あとリトルモンスターっていうそのピックアップにした、ジムニーもそうなんですけども、まあ自分で言うのもなんですけども、他にジムニーは確かにいっぱいあったんですけども、やはりこうインパクトっていうか、ブースにあるその存在感っていうのは大きかったと思いますね。そうそう、その時キャリートラック、あれもですね、全然年末にちょっといろいろお話した時からもう全く別物になってですね、会場で展示したんですよね、まあ、クローラーがついて、でさらにゴーファンっていう誰かがすごく好きなドリンクあると思うんですけど、今お腹飲んでますよ勝手に。いや違います、なんか佐藤さんがすごいすごいなんか出されたんで、勝手に飲んだ。
もラッピングのですね、あのデザインが施されて、かなりですね、あの会場内では、まあ、クローラーは履いてるわで、ね、派手にこうラッピングカッティングされてるんで、非常にブースの中ではバラエティーの飛んでるとか、まさに車遊び的な、あの現地でも何台か売れたっていう話聞いたんですけども、あ、そうですね、あの賞取る前だったんですけども、あのもう現地でですね、結構やっぱり現車見てすごくかっこいいなっていうので、もうこれが欲しいっていうお客さんがいらっしゃってですね。ちなみにおいくらぐらいになるもんなんですか、そのカスタムをした車っていうのは。まあ、ベース車両にもよるんですけれども、はい、ちょうどそのジムニーのシエラっていうののグレードが、まあ、JL っていうのの、まあ、4駆のマニュアル、はい、これで全部このコンプリートした状態で、273万の税別から、まあ、販売は、してます。なるほど。で、まあ、思ったより高くないイメージが。手間もかかりますし、大変な作業をしての、そうですね、300万円弱っていうのは、うん、だって日本一のモデルだからね。まあ、あのこういうショーに出た車が、まあ、実際自分の車として、まあ、乗ってオーナーになれるっていうところでですね、まあ、今度はそこに力を入れて、まあ、Nズステージの車遊びの車を、まあ、発信していけたらなと思ってますけどね。おお、すごい。東京オートサロン2019 SUV 部門最優秀賞受賞、バルドブラックバイソンエディション。車遊びマックスではその全容をお届けすべく緊急企画を始動。その内容は近日公開予定。皆様お楽しみに。すいません、忙しい中。本当ですね。少しぐらい謙遜してくださいよ。はい、本当に。いやいやいや、ありがとうございます。やっぱりあのジムニーネタの漫才がですね、やっぱりオートサロンの会場でもずっと私の中でリフレインしてですね、本当にそれが力になりました。いや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 、素晴らしい結果、本当おめでとうございます。ね、いやいやいや、ありがとうございます。あとは本当にぜひぜひエンズスタッフのみんな、あの矢部社長含めてですね、はい、あの皆さん本当に頑張ったと思いますんで、私はもうあのずっとカメラ回しただけなんで、記録が分かるんですよね。うん、まあ、ね、あの我々も祝勝会はあの参加させていただきますので。いや、もう多分それはあのもう人数マックスで常に。いや出たマックス、使うとおかしくないですか、マックスの。マックスが出たところで、そろそろ、はい、そうですね、マックス出ましたじゃあ、はい、さあそれではこの辺でお別れでございます。いきましょう、車遊び、はい、マックス。マックス、ここへだな。車遊びコンセプトプログラム、車遊びマックス、次回もお楽しみに。